先生こんにちは。はい、こんにちは。今日はブログ読者様からのご質問です。はい。私ソープで働いているのですが、はい、豊胸手術を考えています。はい。豊胸手術をしているとお客さんに胸を揉まれた時にバレますか？うん。よくお客さんで豊胸してる胸は不自然だから 100% わかるという人がいるのですが、本当ですか？はい、よろしくお願いしますというご質問です。わ、はい、かりました。まあ豊胸手術希望の方でね、はい、ソープ状の方ってねよくいらっしゃるんですよね。まあ風俗で働いてる女の子を美容整形しに来るってことはたびたびあるんですけれど、はい、ソープの子はね顔の手術もやるけど豊胸手術を希望する人多いですね。でやっぱりシリコンプロテーゼの豊胸手術してしっかり大きくしたいっていう人が多いですね。はい。まあ、それ以外にも脂肪吸引して脂肪注入したりとか、はい、ヒアルロン酸豊胸とかっていう方法もあるんだけど、はい、しっかり大きくするんだったらやっぱりシリコンプロテーゼ入れるのが一番大きくなることが多いんですよね。うん。おそらくソープっていう職業は、はい、バストが大きいと人気が出て稼げるからだと思いますね。うん。やっぱりね、バストが大きい方がお客さんの男性が喜ぶし、いろんなことができるみたいなので、同じ店で働いてる女の子でも胸の大きい子は指名がいっぱい入って人気があって稼いでるけれど、私は胸はそんなにないからその分人気がないとかおっしゃって豊胸しに来る方はいらっしゃいますね。うん。別のヘルスとか他の風俗の職業でも豊胸しに来る人いるんだけど、やっぱりねソープの子が多いですね。まあ、ソープの子、ソープが一番収入が多いからお金があるっていうのもあるかもわかんないですけど、はい。で、はい、お客さんに胸を揉まれてバレるかどうかっていう質問なんですけれど、それはその患者さんによりますよね。ケースバイケースですね。そうなんですね。うん。豊胸手術って、まあ、大きなシリコンプロテーゼっていうものを乳腺の下とか大胸筋の下を剥離して入れるわけですよね。まあ、異物が体の中に入るわけですね。ですごくふにゃふにゃで柔らかいシリコンプロテーゼなんですけれど、やっぱりその薄い皮の中にシリコンジェルっていうものが入っているもので、非常に乳腺とか脂肪の感触に近いんですけれど、それでもやっぱりガリガリに痩せてる人の胸に乳腺下の浅いところに大きなプロテーゼ入れたりとかすれば、やっぱり上に覆いかぶさる脂肪がない分不自然になるっていうことはありえますよね。うん。その人の体に合った適切なサイズで適切な手術をすれば、はい、もうかなり自然に仕上げることができるし、はい、男性に胸を揉まれてもバレないぐらいにするってことはできますけれど、はい、うん、それはねその人の体にもよるし、入れるプロテーゼのサイズにもよるわけですね。はい。うん。皆さん同じというわけではないですね。そうそう。で、豊胸手術ってやっぱり向いてる人と向いてない人がいて、まあ、皮肉な話なんだけれど、ちょっと太ってて元の胸が大きい人の方が向いてますね。やっぱり元の胸がある程度大きい方がプロテーゼを入れた後上にかぶさる乳腺とか皮下脂肪が厚みがあって多いからプロテーゼの感触を受けにくいわけですもんね、触っても。でもガリガリに痩せてる人に大きなプロテーゼ入れれば自分の胸のボリュームのほとんどがプロテーゼで構成されるわけだから、やっぱりちょっと張りがありすぎて硬さがあったりとか、プロテーゼのエッジをちょっと触れたりとかっていうことがあるわけですね。なので、はい、元の胸が大きい人の方が自然な胸は作りやすいっていうのがありますね。ただやっぱり豊胸手術しに来る人って胸が小さい人がやりに来るんで、でも、まあ、ある程度皮膚の厚みがあってある程度皮膚のゆとりもあれば、はい、大きなプロテーゼ入れても自然になるんだけど、ええ、本当に痩せててガリガリでぺったんこの胸の人っているじゃないですか、はい、女性でもガリガリで乳首だけついてるような胸、はい、まあ、そういう胸なんかはもう皮下脂肪も
あのほとんどないし乳腺の厚みもないから、はい、まあ、大胸筋下に入れざるを得ないですよね。やっぱ大胸筋下の方が乳腺下よりも深いところに入るから、はい、あのその方がよりプロテーゼの感触を、ね、触った時にしないんで、はい、うん、でも乳腺下の方が大胸筋下よりも浅いところに入る分、はい、やっぱ動きがあるっていうのは多少ありますよね。自然な感じに、うん、ね、皮膚の厚い人、元の胸の大きい人だったら乳腺下の方が自然になりますよね、はい、やっぱり元の胸に近い浅いところに入れた方がよく動くし、柔らかさも出るから、はい、ただガリガリに痩せてる人に対して乳腺下に大きいプロテーゼ入れちゃうと、はい、皮膚の薄いところのすぐ下にプロテーゼがあるからプロテーゼの輪郭がポコッと浮き出て不自然になったりするから、はい、やっぱり大胸筋下に入れざるを得ないっていうのがあるんで、はい、痩せてガリガリの人はやっぱり大胸筋下に入れた方がいい、はい、というのと、やっぱりなるべく小さいのを入れた方がいいですね。まあ、小さいものだと 105cc とかあって、はい、105cc でも1カップ以上大きくなるんですけれど、なるべく痩せてる人は小さいものを入れた方が自然になりますよね。そうなんですね。なのでもともとバストがそこそこ大きい人は大きいプロテーゼ入れて、はい、例えば C カップから F カップとかにしても、結構柔らかくてもうバレないんですよね。そうですね、うん、でガリガリに痩せてる人はもう 105cc とか 125cc とか、まあ、せいぜい 140cc ぐらいで、まあ、A カップから、まあ、B カップから B と C の中間ぐらいまで平均サイズぐらいの胸のサイズにすれば、はい、あの揉まれてもバレないっていうことはありますよね。そうですね、うん、だからその人の胸に合った適切なサイズのプロテーゼを適切な手術でやればバレないですけれど、はい、まあ、ガリガリに痩せてる人に乳腺下に巨大なプロテーゼ入れれば、まあ、素人のお客さんが触ってもバレるっていうことはありえますよね。そうですね、うん、なので、はい、僕の豊胸手術のカウンセリングの時は、はい、なるべくね、あのスコープで働いてますっていうことね、言ってくれた方がいいですよね。そうなんですね。うん、あの患者さんの中には、はい、スコープとか関係なくて、はい、普通に結婚して旦那さんもいて、はい、で旦那さんとしかエッチしなくて、はい、まあ、旦那さんと話し合って、はい、まあ、子供産んでしぼんじゃったから補強したいの、じゃあ知ればいいじゃんって、旦那さんも賛成してくれて夫婦でいらっしゃる方とかいらっしゃるんですよね、そういう人は胸を揉ませる相手が旦那さんしかいないわけだから、はい、もう巨大なプロテーゼ入れて、多少触り心地が不自然になってでも、旦那さんはそれを分かってるから、はい、あの触り心地の不自然さよりも大きさを取りたいって言って、大きいプロテーゼ入れることあるんですよ。もうそういう事情によって、あのどういう仕上がりになるかって全然違うわけですよね。でソープの女の子はやっぱりたくさんの男の人に毎日数人の男性に胸を揉まれるわけですよね。でその都度包協してるのがバレたら、はい、やっぱりデリカシーのない男のお客さんって言うわけですよね、はい、あ、これ入れてるやろって、整形してるやろ、分かるぜって、そう言われるとやっぱり女の子もカチンとくるし、はい、その都度ストレス感じるから、はい、ネットに書き込まれたりとかもするだろうし、はい、なのでソークの子はやっぱり触られて自然じゃないといけないと僕は思うんですよね、はい、うん、なので無理、痩せてる子は無理して大きいプロテーゼ入れない方がいいっていうことはありますね、うん、なるべくその方の背景を言っていただいた方が、まあ、少しも寄ってきた方がサイズをご案内できるかなっていうところが、はい、その質問でも言ってたけど、はい、男のお客さんで包茎してる胸は俺が触れば全部わかるんだって言ってたけど、それはね、ハッタリですね。はい、まあ、美容外科医だったら触るポイントとかよく分かってるんで、はい、よく奥の方まで揉めば、はい、プロテーゼが入ってる胸か、はい、天然の胸かっていうのはね、まあ、大抵分かるんですけれど、はい、素人には分からないですよね。そのあからさまに痩せてる人に大きいプロテーゼ入れてて、プロテーゼの輪郭が浮き出てる人とか感触がする人は、はい、やっぱり素人が触っても分かるときは分かるんですけれど、本当に上手に仕上げた胸だったら、はい、あの一般のね、素人の男性が揉んでもね、分からないですよ。だからこの人は全部分かってる気になってるみたいなんだけれど、本当は分かったのはごく一部であって、他の女の子で補強してるけど分かんなかったっていうのもあると思いますよ。あ、だから素人でそういうことを言う人はね、まあ、はったりですよね。うん、
そう。ということで、はい、まあ、ソープの子が包茎するときは、はい、男性に揉まれてなるべくわからないような仕上がりにしないといけないんで、ガリガリに痩せてる人は無理して大きいのを入れない方がいいですよということですね。で、ある程度元のバストが大きい人は、はい、結構大きい 200cc 以上のプロテーゼ入れても、で2カップ3カップ大きくしてもね、バレないっていうことが多いです。うん、でやっぱり男って包茎の胸って聞いて慣れちゃう男もいるんですよ。慣れちゃう男、なんだ入れ乳かとか作り物かって。うん、で逆に包茎でも何でもいいから巨乳であれば何でもいいって喜ぶ男もいるんですけど、やっぱりちょっと慣れちゃう男もいるんで、ソープで働く女の子はバレないように仕上がり、自然な仕上がりで包茎して男を騙さないといけないと僕は思いますね。そう、男を騙してその男に夢を持たせてあげないといけないと思いますって、はい。まあ、僕の包茎手術ご希望でカウンセリングいらっしゃる方は、ソープとか風俗で働いてる方はね、まあ、おっしゃってくれた方がいいですよね。そうすればその仕事何日休めばいいかとかも詳しく教えれるし、まあ、大体1ヶ月ぐらいは休んでほしいんですけどね。あの強く揉まれたりとかすると痛いし、1ヶ月休んでもらえば十分ですんで、はい。そしたら背景を言っていただいた方が、より踏み込んだカウンセリングができますよっていうことですね。そう、恥ずかしがらずに喋ってくれた方が、こっちもね、カウンセリングしやすいし、はい、結果も満足していただけると思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、以上です。はい、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。